皆さんこんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。今日のテーマは視力についてです。私は先日、目の手術を受けました。視力を良くする手術です。 手術自体は15分とか20分くらいで終わりました。そして手術をした直後から見えるようになりました。私はもともと視力が悪くてメガネとかコンタクトレンズなしではほとんど何も見えませんでした。 でそれくらい視力が悪いのでメガネのレンズも分厚かったのでメガネが重いなと思っていましたなのでメガネを長い時間かけていると頭が痛くなったり鼻が痛くなったりしていましたそしてコンタクトレンズは 目が乾きやすくなったりして、まあ、昔からずっとこう自分の視力に悩んでいたというかなんとかしたいなと思っていましたで本当に最近の技術はすごくてまさか眼鏡とコンタクトレンズを卒業できるとは 思っていませんでしたで今手術からだいたい4日5日ぐらい経つのですがだいぶ目は回復しましたそしてもう朝目覚めた瞬間からよく見えますこう目を開けた瞬間朝目を開けた瞬間に目を開けた瞬間に 時計が見えて今何時かすぐわかることに感動をしました。あとは、うん、寝る直前まで見える。そしていつでもメガネなしで見ることができる。これは本当にやってよかったです。 人生が変わりました、まあ見える世界が変わったという感じですかね多分視力が悪い人は分かると思いますまあ手術は怖かったですけど無事終わってよく見えるようになりました。 それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあ、またねー。